局所麻酔、局所麻酔、局所麻酔とは意識消失を伴わずに、部分的に除痛を行う麻酔である、意識消失を伴う麻酔は、全身麻酔という。主に、侵襲性の低い手術や簡単な救急処置、手術期の全身麻酔と併用した、鎮痛目的などで用いられる。局所麻酔は、薬剤の作用部位により、以下のような種類がある。 全身麻酔との大きな違いは、痛みは感じなくなっているが、意識の消失はないということである。これは何かしらの体の変化に、患者自身が気づくこと、意識消失がなく、呼吸も保たれること、意識消失に使用する、全身麻酔の薬剤が使用できない状況でも手術を行うことが可能。妊娠中の患者、低王切開手術などなどの利点がある。 しかし、女痛ができていても体に侵襲が加わっていることに変わりはない。術中に患者にとって不利益な精神症状が出てくる可能性は否定できない。そのため状況に応じて鎮静が必要になることもある。近年は、全身麻酔と局所麻酔の併用、もしくは局所麻酔に鎮静を加えた手法、モナタードアナステージアケアも頻用される。 局所麻酔薬を、雲膜下空に投与する麻酔である。麻酔薬としては、プロカイン、テトラカイン、リドカイン、ジブカイン、ブピバカインを用いることが多い。現在日本では調節性の良いブピバカンが特に、頻用される。主に下腹部、下肢の手術に用いられる。硬膜外麻酔との比較として、少量の麻酔薬で効果が現れ、主義的にも容易であるという点が挙げられる。 しかし、硬膜外麻酔と比べて麻酔可脳部位が制限されること、へそ上部周辺の手術が限界であり、上腹部胸部の手術は困難、持続的投与ができないなどの弱点がある。局所麻酔薬を硬膜外空に投与する麻酔である。エピ、エピあるいはエピドラ、エッポダールと略されることもある。麻酔薬としては、リドカイン、メピバカイン、ブピバカイン、ロピバカイン、 レボブピバカインを用いることが多い。日本においては2010年現在、リドカイン、メピバカイン、ロピバカインの使用頻度が高い。近年レボブピバカインも登場し、活用されている。適用は、基本的に、脊椎麻酔と同じであるが、硬膜外への戦士部位を変えることで目的とする、区域のみに限定して、除痛を行うことが可能なため、警部、 胸部の手術にも用いることができる。さらに注入カテーテルを項膜外空に留置して局所麻酔薬を追加することにより、より長時間除痛を行うことができるなどのメリットもある。また注入カテーテルを通じて持続的に局所麻酔薬を注入する専用のポンプを用いて持続的に除痛を行うこともでき、胸部、腹部、下肢手術に頻用されている。 全身麻酔と併用することが多く、併用することで、全身麻酔に必要な鎮痛薬の使用量を減ずることも可能である。弱点としては、主義的にやや難しいこと、脊髄蜘膜膜下麻酔に比べて、多くの局所麻酔薬が必要となるので、局所麻酔薬中毒がやや起こりやすいことが挙げられる。競技の局所麻酔である。主に小石灰の場合に用いる麻酔である。 他に、意識下に、太めの抹消ラインや中心上脈ラインを確保する、時、硬膜外麻酔や、脊椎麻酔で、硬膜外針や脊椎針の侵入前に、細めの車針で通覚を取るとき、小さな部位の切開、縫合手術などに用いる。麻酔薬としては、リドカイン、メッピバカイン、プロカインを用いる。眼科、耳鼻科、泌尿器科、歯科の手術や、器官死鏡、 食道鏡による検査時に行うもので、粘膜にリドカインを噴射、ドフする。抹消神経束の周辺に局所麻酔薬を注入して、疼痛刺激の神経伝達をブロックするものである。ペインクリニックで行う神経ブロックと同義である。麻酔薬としては、リドカイン、メピバカイン、ロピバカインを用いることが多い。手術を行う。 目的部位の近くを支配する神経を同定して、ブロックを行うことで、部位を限局した、通格ドンマすなわち終日期鎮痛を行うことが可能である。特に上司の近くを支配する腕神経層に対して、ブロックを行う腕神経層ブロックは広く行われており、侵襲の程度が大きくなければ、腕神経層ブロック単独で上司の手術を行うことも可能である。 全身余裕必要としない。解剖学上の神経走行を捉えるランドマーク法に端を発し、登場した当時は確実性にやや乏しい点もあった。その後神経を微弱な電流で刺激して筋収縮を確認することで神経極剤を把握して行う神経に刺激法が発達してより普及した。さらに近年は超音波検査装置を利用し神経を 同定する超音波ガイドした神経ブロックが行われるようになった。硬膜外麻酔、脊椎麻酔が利用できない症例、適応外症例、血液の凝固機能の異常がある、もしくは抗凝固薬、抗血小板薬を使用中もしくは使用予定に、対しても活用することができ、終日期における疼痛管理として、麻酔化学領域におけるトピックになっている。 局所麻酔薬の共通の構造として、使用性の高い方向器、ベンゼン管と水素イオンを得て電離すると水溶性となる酸球アミンの双方を持っているのが特徴である。このため塩基型 B とイオン型 BH の平行状態にある。局所麻酔薬の作用対象は、電位依存性ナトリウムチャンネルであり、電離していない塩基型 B の状態で細胞膜を通過した後、 イオン型、pH に代わり、細胞質側から、電位依存性ナトリウムチャンネルをブロックして、作用を発揮する。そのため、極所麻酔薬のプコ、3回利定数が細胞内の pH である7.4に近いほど、作用発現が早くなり、また使用性が高いほど、極所麻酔の作用が強くなる。一般に細い神経から順に麻酔されていく。順序としては、 血管運動神経、音通覚、触覚、発覚、運動の順番である。臨床現場では、麻酔が効いたかの評価は、主に暖かさ、冷たさを感じるかで行う、コールドサインテスト。末消神経の知覚については、疼痛を参照。一部の局所麻酔薬は、アドレナリン添加で用いる。これは、 血管が収縮するため吸収が遅くなり作用時間が長くなったり局所に麻酔薬がとどまり血中濃度があまり上がらないなどの効果を狙ったもである。しかし、糖尿病、甲状腺機能亢進症、高血圧といった全身性疾患を持っている場合は相対的近忌。実際には注意して使用となっている。また、指先や耳戒など周動脈となっている部位では、 えしを生じるため近忌である。この部位を麻酔するときは、アドレナリンを添加していないものを用いる。局所麻酔薬へのアドレナリンの添加は主にリドカインで行われ、添加済みの薬剤も使用されている。ブッピバカインは作用時間が長く、コカイン、プロカインは作用時間が短い。これは、蒸気の説明で明らかである。高学異性体とは、 分子を構成する原子の組成及び結合状態は同一であるが立体構造が異なる状態を言う。メピバカイン、ブピバカイン、ロピバカインには光学異性体が存在する。従来の局所麻酔薬は R 体、右線性と S 体、左線性を投了を含んだらセミ体として使用されてきたが、 高学異性体の間で、麻酔の効果や心毒性に差があることが分かってきた。市販されている、ロピバカイン製剤であるアナペインは、局所麻酔作用が強く、心血管経営の作用が少ない S 体のみを製剤化し、安全性を高めている。同様に、S 体のブピバカインのみを製剤化したものが、レボブピバカインである。ラセミ体のブピバカインと比べ効力は同等であるが、 心毒性は弱い。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。